皆さんこんにちは、ビーレジェンドスベラです。本日は新商品となります、ヨーグルト、ヨーグルト風味、こちらのねレビューをやっていきたいと思います。以前 420g のパッケージで白いヨーグルト風味っていう形で出していた商品があったんですね、まあ、そちらのね商品がね完売となってしまいまして、美味しかったから1キロパッケージで出してほしい、再販してほしいっていう声がね非常にね多くありましたんで、まあ満を持して今回1キロパッケージとしての再登場となります。ちょっとネーミングが変わってるんですけれども、以前ねちっちゃいパック、青のパッケージで出してたものと味はね同じになっておりますんでね、以前飲んでいただいてた方もまだね飲んでいただいてない方もね、ぜひこの機会にね試してみてください。それではね早速飲んでねレビューしていきたいと思います。こちらのね1キロパッケージご購入いただくとね、こちらのね赤い袋に入ったスプーンがね付属してきます。大スプーンすり切ってパウダーを入れていただくと大体ね 30g 計量できるようになっておりまして、まあ、そのパウダーをねお水に溶いて飲んでいただくとタンパク質がね 20g 取れる設計になっております。ぜひねこちらのスプーンご活用ください。パッケージのね裏面には150〜300mlのねお水を入れて飲んでくださいって書いてるんですけど、まあ、自分はね 200mlぐらいの味がね好みなんで今日は 200mlに入れてきました。この辺水の量はね好みで調整してあげてください。濃く飲みたい方はね水の量を減らしてあげて、ちょっと薄くしたい方はね水の量を増やしてあげるといいと思います。お好みでね調整してあげてください。それではパウダーちょっと開封して見ていきましょう。よいしょ。ちょっとパウダーがいつもよりなんか心なしか白い気がしますね。あのヨーグルトのねちょっと酸味しっかりと感じることができますね。あ、いい匂い、さっぱりとしてますね。非常に美味しそうですね。それではこちらのねスプーンを開封させていただいて入れていきましょう。シャキン。それではすり切ってよいしょ、1杯入れていきます。やっぱりこのね新しいシェーカーパウダー入れやすいですね。このね新しいダンベルシェーカーもねぜひチェックしてみてください。入れやすいですしね、締めやすいですね、蓋もね。やっぱり混ざりやすいなっていうふうに思いますね。泡立ちもね、ダマもね、ほとんどできてませんね。綺麗に溶けてます。水に溶かすと、もうあれですね、飲むヨーグルトの匂いがします。あ、本当に美味しそうな匂いですね。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。激うま。マジか、まんま飲むヨーグルトです本物の飲むヨーグルトとこれをたたえても判別がつかないぐらいのクオリティではないかと僕は思います。多分本当にあの誰しもね一度は飲んだことがある味、多分嫌いな人いないんじゃないかなっていうぐらいね本当に馴染みの深い味にね仕上がってるんではないかと思います。今回ねちょっと数量限定っていう形で販売になるんですけど、定番としてね人気が出るんじゃないかと個人的に思っております。今回ね1キロパッケージとなっての登場となりますんでね、ぜひこの機会にね試してみてください。ヨーグルト、ヨーグルト風味、1食あたりエネルギー 116.7kcal、 タンパク質 20.4g、 脂質 1.5g、 炭水化物 5.4g、 食塩相当量 0.3g、 ビタミン C41.1mg、 ビタミン B6 が 1.8mg となります。でこちらのね動画の概要欄の方にこちらね商品ページに飛ぶね URL 貼り付けておきますんで、ぜひねそちらからチェックしてみてください。ビーレジェンドね公式 LINE まだねお友達登録されてない方はね、こちら動画のね概要欄の方にね URL 貼り付けておくんでね、ぜひ友達登録してください。こちらね商品のね発売時間になりましたら LINE の方からね通知が届くようになってます。あとねお得なキャンペーン情報とかねクーポンなんかをね都度配信しておりますんでね、ぜひねこの機会にお友達登録しておいてください。以前販売されてて大人気商品だったものが満を持しての1キロパッケージとなっての登場です。数量限定なんでねお早めにお試しください。それではね次の動画でまたねお会いしましょう。さよなら。